つもご視聴いただきありがとうございます。おいしい引き出しの A 子です。先日コミュニティの方でどんなふわふわパンにお酢を入れて食べてみたいか教えてくださいってお願いしたところ、一番多かったのが食パンでした。ということで今日はホテルブレッドを作ります。お酢入りパンはリッチ系に向いているので思いっきりリッチな配合にしちゃいました。そのまま食べても美味しいけど、とても歯切れのいい食感なのでサンドイッチにしてもめちゃめちゃ美味しかったです。ぜひ試してみてくださいね。では生地作りから始めましょう。材料紹介です。強力粉、砂糖、塩、練乳、卵黄、お酢、生クリーム、牛乳、無塩バター、そして予備発酵用のドライイーストと40度くらいのぬるま湯です。材料や分量などの詳細は概要欄をご参照ください。まずイーストの予備発酵から始めます。40度くらいのぬるま湯に分量の中から砂糖を1つまみ、そこにイーストを振り入れてよく混ぜます。ブクブクと泡が立ってくるまで5分から10分くらい、このまま室温に放置します。次に粉類を合わせます。強力粉の中に砂糖と塩を入れて空気を含ませるように軽く混ぜ合わせておきます。次に生地を作るボウルの中でお酢以外の液体を合わせます。牛乳、生クリーム。牛乳と生クリームは30度くらいに温めたものを使います。卵黄1個分、練乳、予備発酵したイースト、くるくるくると回転させながらジャッと入れます。先ほど合わせた粉類を半分くらい入れます。大体の量で大丈夫です。そして混ぜます。ガーッと混ぜて粉が見えなくなってこのくらいドロッとしたらこれで OK です。蓋をしてこのまま室温に10分置いておきます。じゃん、見てください。バターなんですけど、私ね、溶かしバターにするつもりなかったんですよ。ちょっと目を離した隙に 10g のバターがみるみる溶かしバターになっていたんです。電子レンジの中でうっかりしてしまいました。ということでもう一度測り直しました。私いつもお皿を汚さないようにこういうクッキングシートとかサランラップとかをね、こうお皿の上にのっけて、それでバターを温めて柔らかくしています。このくらいね、そう、このくらいの柔らかさを目指したかったんです。しょうがないからさ、溶けちゃったやつはオムレツとかに使おうかなと思います。ということで10分経ちました。測り直したバターを入れます。もったいないからきれいに。そして少しなじませます。バターがなじんだらここでお酢を入れます。じゃあお酢は分離しちゃうような気がするので最後に加えています。で残りの粉を全部入れます。最初はぐるぐる、その後切るように混ぜます。全体に水分が回ったらハムスター混ぜいきます。容器を立てて上から手で押さえてヘラの根元を持って向こう側から手前へ、向こう側から手前へ、ハムスターのおもちゃのように回転させながら混ぜていきます。この辺をめがけてこすりつけるようにするとあっという間に混ざります。お酢を入れるパンはひらひらポンポンをしないので、ちょっと気持ち長めにハムスター混ぜします。長めにって言っても、まあ、せいぜい1分ぐらいですよ。もっとやりたい人は2分ぐらい、何分間っていう決まりはないです。気持ち長めに、はい、こんな感じで OK です。でもしね、水分が足りなかったらここで水分を加えるようにしてください。はい、ボウルの周りをきれいにして蓋をして今度は20分置いておきます。30度から35度ぐらいのところに置いておきたいと思います。はい、20分経ちました。では1回目のパンチを行います。今日はパンチ2回です。この生地は油脂がたっぷり入っているのでオイルコーティングしないでやります。ひっくり返してポンポンして10回ほど折りたたみます。はい、こんな感じで伸ばして折りたたんでを10
10回ほど繰り返したら生地の表面を整えます。蓋をしてまた20分30度から35度ぐらいのところに置いておきます。今日はねお天気がいいので窓際で発酵させます。はい、20分経ちました。では2回目のパンチを行います。先ほどと全く同じです。ひっくり返してポンポンして何回か折りたたみます。生地の表面を整えたら軽くならして2倍くらいの大きさになるまでまた30度から35度ぐらいのところで一次発酵させます。はい、一次発酵が終了しました。見えますか？蓋に生地がついてますよね。これが目安なんですけど、今日は30分でこのくらいの大きさになりました。では台の上に移します。ガスを抜いて丸め直します。重さを測ります。 505g、 はい、では4分割します。1つあたり 126g、 重さを揃えます。はい、重さを揃えました。では丸めます。軽く丸めます。この時、底はしっかり閉じなくても大丈夫。丸め終わったら、固く絞った濡れ布巾をかぶせて、15分ほどベンチタイムを取ります。はい、15分経ちました。では、成形します。両面に薄く粉をまぶして、指でちょっと広げます。綺麗な面を下にして綿棒で伸ばします。大きさの目安はカードよりちょっと大きいくらい。三つ折りにします。向きを変えて綿棒で伸ばします。綿棒は中心から上、中心から下へ均一な厚さで伸ばします。巻いていきます。ここをちょっと張らせるような感じで。巻き終わりはこのようにつまんで閉じます。はい、これで OK。では型に入れていきます。巻き終わりを下にして端から順番に入れていきます。ちょっと鳴らします。はい、こんな感じです。最終発酵はオーブンの発酵機能を使います。この型の高さぐらいになったら一旦取り出して室温発酵に切り替えます。だいたい目安は30分ぐらい、様子を見ながら発酵させます。では行ってきます。はい、最終発酵が終了しました。35度で35分で出してきました。生地はこんな感じ、ちょうど型の高さぐらいですね。で、オーブンは190度に予熱をスタートさせています。この高さが1センチぐらい
型から出るくらいまでこのまま室温発酵に切り替えます。はい、室温発酵に切り替えてから9分経ちました。どうですか、1センチぐらい出ましたよね。はい、これで OK です。そしたらこの真ん中のところをハサミで切っていきます。はい、これバターです。だいたいね、1個が 2g ぐらい、適量です。これを真ん中に入れていきます。では180度で25分ぐらいを目安に焼いていきます。はい、焼き上がりました。180度で25分ちょうど焼きました。途中でアルミホイルをかぶせて焼き色を調節しました。熱いうちに溶かしバターを塗ってお化粧です。完成です。今切っているパン切りナイフ、実はね、新しく購入したんです。7年前にお友達にいただいたパン切りナイフが切れなくなってから、小さいトマトナイフで全てのパンを切ってたんですが、さすがに限界を感じてこの度思い切って購入しました。もう切れちゃって楽しくなって何枚も切ってます。思い切って購入して本当に良かったです。お酢入りのふわふわパンにリクエストしてくださった皆さん、ありがとうございました。引き続きお待ちしておりますので、コメント欄にじゃんじゃんお寄せくださいね。今回も最後までご視聴いただきありがとうございます。次回もお酢入りのふわふわパンです。お楽しみに。バイバイ。